what you do. You know that all I think about is you. Say the things you say. 暗っ、みーちゃん映ってないもん。はい、今ね、空港に来て、とりあえずラウンジに来たんだけど、どうだろう、まだフライトが飛ぶか飛ばないかの連絡は来てないけど、いろいろその友達とかが調べてくれて、まだ台湾のなんだっけ、高雄、高雄なんだかには飛んない。まだ高雄はほぼ欠航だけど、私たちの空港はほぼ動いてるって、このフライトレーダー。なんかギリギリだよね、本当に。どうだろう。これこれこれ。いや、なんで私たちはこのさ、台風のいる国へわざわざ行かないといけないんでしょうか。こんなハプニングだらけなの、旅あるかってぐらいね。ハプニングだけど、とりあえず飯食って一旦何も、もうどうしようもないし、チェックアウト、チェックアウトじゃない、イミグレも通過しちゃったし、チケットも発券しちゃったし、どうしようもないし、乗るしかないし、全然これ昨日知ってたら、台風って昨日てか一昨日とか知ってたらフライト変更してました。私は別に日本に帰る、そんな急いで帰るっていうか、その別に数日遅れようが何にも問題はないから変更してたんだけども、無理じゃんね。チケットも発券して、イミグレぐらいで、はい、今日台湾は今台風ですと知ったらもう無理じゃん、今更。違う、うちら台湾が台風だって知ったのだって、チケットも発券してさ、あのイミグレーションの出国のとこで知ったから、並んでる時にも受託も出しちゃったし、チケットも発券しちゃったし、もう乗るしかないじゃん。なんかもう分かんなくない？それはやめて、危ないでしょ。まあ経験しろってことですね、いろいろ。もう今回の旅でだから結構強くなったよね。強くなったよねって、ハプニングだらけだったじゃん最初の時から。もうハプニングハプニングで、もう何がしたいのうちらみたいな、ね、やばいよね、何したいのっていう感じの旅になってますね。はい、どこにある、チャイナエアライン、台北、あった、3時40分、5番。もう帰るまでは何もないだろうと思っていましたが、何もないだろうなと思ってたよね。何が？ハプニング。ハプニングがなかったことがないよね。常にしろ。いました、いました、ガルーダ。直行便で帰りたかった。見て。うん？ガルーダで帰りたかったな。見て。うわ、タイ航空いいね。タイ行きたいな。タバコ吸いたいよ。喫煙所なくない？ここの空港。さっきから思ってんだけど。こちら強運だから。マジでやばいよ、強運の持ち主だから。1時間に1回絶対。5時間25分です。寝るか寝ないかは寝るか次第です。寝ないよ、寝るか寝よう、かどうしよう、寝る、寝るか寝ないかどうしようかな。はい、台北に行きます。台風って多分夜ぐらいに台風来るとか。違う、なんか台北は台風今大丈夫なんだよ、乱切るぐらいじゃない。もうさ、覚悟を決めてくる。乱切る多分ならないと思うよ。乱切るはこの間食らったんでしょ。
食らった。乱気流ではないから、台風だから。台風だから。久しぶりのチャイナエアラインでございます。あ、エヴァ航空どこから来た、うん、台湾から。え、台湾から来たんじゃない、うん、だからなんか別にごめん、さっきまでなんか落ち込んでた。私撤回します、ごめんね。うちらだけじゃないパニックってたのうちらだけだね。なんか周りのみんな別にパニックってないし、みんな笑ってるよ、みんな普通にしてるし。しかも何がいいってさ、白人さんが多いわけ今飛行機の中に。だから前回とは違って、絶対英語のさ、英語のアナウンスが流れるじゃない。それが救いかな。前回はさ、英語すら流れなかったから、なんか飛行機揺れててもね。今回は絶対英語。はい、帰りますよ、ヒーさん。いや、まだ帰れない。まだ油断できない。まだ帰れません。寝ないでしょ。でもまだ乗れただけいいと思うよ。いいと思うよ、満席だったしね。寝ただけいいと思う、まあ、席もいいし、結構席もいいし、そのリッキーちゃん、シティリンク、シティちゃんね、シティちゃんですね。はい、とりあえずまあ、人生台風じゃんとかってめっちゃ思ったよさ。もう2時間雨女って雨女って嵐と共に旅をして、そんなもんですね、人生なんてね。うちらの人生はこんなもんだから。波ですね、うちらの人生。南のノリノリですね。そう、しかもいいじゃん、うちらの空港だけさ今暴風域に入ってないわけ。そうです。で、台湾のもう一個の空港は飛ぶぐらいの大丈夫ってことで、そうそうそう、飛ぶってことはいいってことは予想できてるの、多分進路も。だから台風ってあのさ、うちらってすごい強風。台風ってさ、あのさ、日本である台風じゃなくてさ、台湾の台風だから、あんまり多分違う。うちらって強運です。そうだよ、すごくついてる。飛行機が飛ぶなんて台風でも、そんぐらい大丈夫ってことだよ。では行ってきます。真っ暗でしたね。
着いたんですけど、バカなことに台湾に出たばっかりにニュースもう一回入国で、あ、出国で飲み物、もう一回出国になって飲み物せっかくいっぱい溜め込んだジュースも全部取られたので、今水を取りに来ました。そんで自販がさ、カード、日本のカードは使えないでしょ。で、寝るとこはいいとこをゲットしたんですよ。飲ませて、持つものは水道だ、あ、水筒ですね。でも結構なんかこういうさ、座席じゃなくてマジベッド見つけたよね、取ってきたよね。ちょっと寒そうだけど、まあ俺も、え？でもバリのさ、なんかさ、カビ入ってそうな布団のホテルよりマシな感じじゃない？カビは生えてないと思うよ。布団は一枚の。綺麗、布団は。はい。明るい。何で買えるんでしょうか。IC カード。ラインペイだってよ。ラインペイある？うちら。ないでしょ。これペイペイじゃないの？そうだよ。嘘。ちょっと持ってて。ペイだよ。ペイペイかも。待って、ペイペイだ、多分。さすっけ。ペイペイ、ペイペイクーポン。ペイペイ、ペイペイクーポン。ねえ、これ多分ペイペイだよね、一番右。ペイペイ使いません。Oh no。お金でも買えるけど、お金なくね。そこで両替してくれない？してくれない。諦めようか。困った。クレジットカードで買えないんでしょ。諦めようぜ。コインがないんだよ、うちら今。はい、終了で、ということで、水以外飲むなってことだよ、明日まで。まだろ。はい、あとベッド紹介するね、みんなに。タバコ吸いて。あれ、でもここにチャイナエアライン止まってるから、あれじゃないですか。明日ここホアっぽくない乗るの。はい、今台湾の空港で寝ることにしました。見てベッド、なんか全然快適に寝れる気がします。ちょっと寒いけどね。ねえ、とりあえず24時間トランジットとか言ってたけど、12時間ぐらいかな。もうほら、9時に着いて明日の9時ってことかな、うん、まあとりあえず台風も大丈夫だろうって、うん、はい、おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。ではまた明日。おはようございます。絶賛寝起き不機嫌のリリーとリーでございます。とりあえず寝てたところの横のラウンジに来て、この戦争みたいなビュッフェ、戦争みたいな座席取りの、あまり美味しくもなさそうな。あ、この間エヴァコークのラウンジ行ったからかな。なんか微妙な飯を食いたいな。ただだったら許せる程度かな。食べましょう。ここ2時間しかいないくさい。はい、おはようございます。おはようございます。今何時だ。朝の台湾時間で8時45分。うわ、またキティちゃんじゃん。ほら、8時45分、再び台湾で乗り換えで。なんでさ、時計さ、成田に行くんだっけ。成田だよね。なんかあんまり考えてなかったの、今回の旅。そのどこに、いつ、何時に着くとか、まあ今考えることじゃないし、っていうか、その忙しすぎて、まあ今回は、まあいろいろやることがあったから、考えてる暇はなくて、とにかく今日、まあ寝て起きりゃ飛行機だろうと思って乗って、でも昨日の飛行機よりはまだ
綺麗でございます。そして広いでございます。眠い3時間しか、だからモニターもでかくなったよね、めっちゃほら、いやほんとおかしい、こんな感じでいいじゃないですか。ね、いいね、飯うまいしね。まあ分かんないけど今日の大丈夫だよ。はい、帰ります。帰ります。はい、いいちゃん今成田に着きました。今の時間は2時24分。今から羽田空港に向かいます。バスで4300円もした4300円。うん、電車だるいからバスにします。はい、まだまだ時間があるのでお待ちにしましょう。お待ちしてください。お待ちしておきましょう。あと30分ぐらい。だるい。だるい。何する？何もしません。タバコ吸っとけ。タバコ吸います。はい、はい、では今から駐車券を、ここうるさいからやめよう。駐車券を入れてみたいと思います。とんでもないドキドキだ。頼む、俺7万5千円。違う、あ、3万8千円。思ったより安かったです。3万8千円ですね。クレジットカードが利用できます。カードで、カードで。What you do, you know that all I think about is you. You say the things you say.